どうも、こんばんは、ヤネムです。今回は東京グールに負けて、スキルが敵前衛アタック 300%、プラス2ターンの間 50% にダウン。強いですね、しかも2ターンの間か、チームにおっと、チームにいるグールのブレイクを150にアップで、カネキがいるとチームにカネキがいると自分のブレイクを130にアップ。これ自分にだよな。あ、ダブアタ、流行りのダブアタね。でこっちのプレミアムが、格蛇鎧の特等捜査官ということで篠原なんですけども、なんでこれ2つ来てんのねなんでこれ2つ来てんの。チームに捜査官のアタックを100、ちょ待って、これ次引こうか、うん、これ次の機会に引きましょう。ということで今回は、美食家たちの共演を引いていきたいと思います。スキルを見ていきましょう。今のとこスクショしてえな。邪魔だ。というわけでね、10回いきましょう。2回目が1枠 SSR 確定なんでかなり美味しいと思うんですけども、まあ、50個かかるぞと。で5回目に1枠月山確定ということでね、まあグルーパで全体に150上がるんだったら欲しいところですね、このアタッチメント。はい、ということでじゃあ10回連続化していきたいと思います。前回、前回ってもう正月になるのか、ガシャ引いたの。で、正月のカネキ、羽根付きカネキは出たんで、今回もまあ、なんやかんやで来てくれるんちゃうかな。まあですよね。まあそう甘くはないと。ああ、10連ごときで来てくれるほど甘くはないと。で、SSR も2枚と。まあ渋いですね。はい、というわけで、今回は、美食家たちの共演10連でした。ではまた次回、特等、あ、なんだっけ、格蛇鎧特等、捜査官で会いましょう。